マツダによりますと、先月の国内生産台数は前の年に比べ13.2%減り、6万3,136台で4カ月連続の減少となりました。主要車種の CX5 が生産減少となったことに加え、一昨年発売された CX60 の新型車としての効果が落ち着きあることなどが主な要因として挙げられています。 国内の販売台数も先月は1万77台と、去年より31%減り、5ヶ月連続の減少です。また、世界全体の販売台数は国内とアメリカでの減少を他のエリアがカバーする形となり、先月は前の年から1.4%プラスの9万4976台で、3ヶ月ぶりに増加に転じています。